お疲れちゃんです、ラットです。というわけで今回もクラッシュロイヤルやっていくんですけど、今日はですね、こちらのね、これじゃね、どこだ、どこにあるこのクラン対戦ですね。はい、新しくなったクラン対戦の方の、まあなんか説明できるかわかんないですけど、まあなんかね、軽く触れていけたらいいかなと思います。というわけで、まあクラン対戦が新しくなったわけなんですけども、まあ何がどう変わったのか僕もいまいち分かってないんで、まああんまね、説明できるかわかんないんですけど、まあね、ゆっくり触れていきますと、まあ、まず、セールが来ましたね。はい、全然違うんですけど、このね、5個無料のセールが来たので、ぜひね、まあ、僕も開けちゃいましょうか。はい。皆さんね、受け取ってね、しっかり、もらい忘れないように、まあ、していただきたいですね、と、まあ、いうところがね、一つ。いやー、めっちゃ美味しくないですか、これ。豪華すぎですよね。こんなに全部無料で配っていいのかっていうぐらい、すごい豪華なね、宝箱がいっぱいもらえますと、いうところでね、僕はまあ、いつものように連打をね、していくんですけども、多分ほぼスケドラぐらいですね。スケドラ以外多分全部完走してるんでね、まあいいかなと、いうところで、さあ早速ね、クラン対戦の方、やっていくんですけど、こちらですね。まあ、デッキ4つ作れるみたいな、てか4つ作らないといけないですね。まあ、最低3つあればやっていけるんですけど、まあ、1つでも言っちゃやっていけるのか。ですね。で、クランのために、なんか今までね、準備日で、なんかいろんなね、2V とかサドンデスとかあったと思うんですけど、もう 1V1 の BO1 が1つと、BO3 ですね、なんと。新しい。同じ人と BO3、先に2本。勝った方の勝ちっていうね、新しいモードも、増えました。だからこのまま2つしかないので、こう、僕もね、みんな、戦いに頑張りたいんですけど、今、ちょうどね、2人の方が頑張ってくれてるというところで、結構ね、待ち時間がね、長くなるかも、まあ、知れませんっていうのが、一つちょっとね、悩み点かなと思うんですけども、なんかね、もう僕はでもすでに済ませました。なんと。はい、デッキ4つ作るんですけど、アイスピを、一つのデッキで使うと、他のデッキではアイスピを使うことができませんというような、まあ、同じカードを他のデッキで使うことができないよねっていうのが、今回のね、ちょっとこう大変なところかなと思います。で、まあ、とりあえずね、なんとなくで4つ組んだんで、デッキ思いつかないなって方とかいたら、ぜひね、参考にしてください。なんかこの後、まあ、バトルしたいんで、このアカウントもね、バトルしちゃったら、24時間かな。はい、試合できないみたいなんで、その一つのデッキはね、もう4試合しました、僕は。というわけで、アカウント切り替えてね、そっちの方でもまた別のデッキ紹介するので、まあ、ぜひ参考にしていただきたいですよ、と、まあ、いう感じですね。はい、っていうのかな。で、ポイント、なんか試合勝てば、報酬がね、あります。で、負けても多分、なんか変にダメージとかもないので、もうやり得、もうクランのために貢献し得なので、僕はね、クランに貢献で今ナンバーファイブっていうところで、やば、めっちゃ、俺一番だと思ってた。だって全部の試合やって全部勝ったのに、これですからね。あ、BO3 とかで勝つ方がやっぱクランのためにね、まあ、なるとか、なのかな。そんな感じがしますね。というわけで、なんか、ちょっとね、面白いですね。なので、でも、なんか、ポイントをこの稼ぐとかも、ガチ勢の方が頑張ってくれたら、まあいいや、みたいな感じになるんですけど、ぜひね、普段クランの人に何もしてないなっていうか、ちょっとね、思いがあれば、ちょっとクランのね、ダメでもぜひね、皆さん頑張っていただきたいなと思います。そんぐらいかな。あとなんか、商人かな、なんか旅商人がそう、いるんですよ。これは、なんか、日付変わるときに毎回変わるらしいんですけど、まあ、この商人さんがね、カード売ってるらしいです。まあ、ショップとは別ですね。ショップのトレード場の、人がいるらしいので、うわ、ハゲてるやんけ、お前。ちょっと待って、あんま触れたらいけんかったかな。この人から3つ、トレード置いてるんで、ちょっとね、なんか1個あげれば、まあ、どれか1個ね、くれると。いうところで、ぜひね、このトレードのね、商人さんですね。すごい、もう、ダンディーでかっこいいね、商人さんがね、カード売ってるんで。まあ、トレードなので、トレードチケット使うんですけど、ぜひね、この商人さんと、いいカードあればね、交換してみて、くださいという感じですかな。で、なんか防衛とかがあるんですけど、よいしょ、これですね。すごい。このなんかタワー3つあって、みたいな。これもちょっとね、1回試合やってみますか。
一回ね、後で誰か、アカウント変えて、身内の方のね、防衛施設の攻めちゃおうかなと思うんですけど、これはですね、今はできないんですけど、なんか船を、こう、先にやっぱ進むんですよ。レースみたいな感じなので、海賊船のレースなので、先にね、進めばいいんですけど、足止めをできるよと、いうところで、今は6時間なんかシールドがあるんで、攻めれないんですけど、他のクラン、他のこの、5つのね、4つか、自分とか覗いたら、船があるので、そこを足止めすることができるみたいな感じで、攻めることができるみたいです。で、攻めた時には、こう、相手のね、こう3つあって、1つでも、タワーを取れば勝ちと。タワーというかこのミサイル兵器みたいなね、取れば勝ちと。で、自分のタワーは700ぐらいしかないんですけど、で、1つだけっていう、すごい不利な状況。見た目不利なんですけど、やるとでもそんな。はい、なんかそんな感じで、なんか、まあ、足止めとかできるのが、まあ、いずれね、まあ、できるというところで、その辺もちょっと面白そうですね。というわけで、すぐ試合したいので、アカウント変えます。はい。というわけで、ラットが握り替えました。で、こちらは、クラン対戦2ガチ勢というクランですね。ミカン・ブーメンさんのクランですね。はい。にお邪魔しました。というわけで、あ、クランロゴもね、ミカンマークというところで、ミカンさんクランにお世話になって、いや、強っ！え？やばくね？圧勝すぎでしょ？なんか強すぎですね。で、報酬とかが1週間ごとにもらえるのかな？それはちょっとあんまよくわかんないですけど、まあ、やばいや、余裕すぎでしょ、これ。こんな差開くっていう、あ、BO3 が空いてるんで、ちょっと BO3 やりたいと思います。で、デッキを、まあこんな感じでね、さっきのスロットとは全部違うようなの作ったんで、ぜひね、パクリたいなと思ったのがあれば、ぜひパクってみてください。というわけで BO3 ね、他の方に取られちゃう前にやっていきたいなと。思います。BO3 だったら、先に2本勝てば勝ちなので、お、ここでデッキ選べるんだ。君はね、ペッカーを使うでしょ。親衛隊でいきます。はい。いや、これ面白いですね。まあ、3つあれば最低いいらしいですね。よいしょ。まあ、2つでもいけんのかな。2連勝。2つだったら参加する権利なさそうですね。まあ、3つね、ぜひ組んで挑んでみてください。というわけで、今回はジャイですね、ジャイ。まあ、ジャイにはしっかりトリトンは出ていないのと、なんか、レベル差がね、すごい激しいって言ってましたね。僕レベル13なんですけど、まあ、相手レベル10っていう、ちょっとマジでね、本当に申し訳ない、気持ちは若干あります。というわけなんですけども、まあ、これはね、前回の時からレベル差は多分あったっすよね、クラン対戦。まあ、そこはもうしょうがないところかな。ちょっとやっぱでも、無課金とか美課金さんにとっては、結構辛いな。このレベル差は結構辛いな。さすがに。だって絶対って言っていいぐらい多分負けないですよね、これ。2個ぐらい上だと。はい、まあそれは本当多分辛いとこだと思うんですけど、まあ地道にね、やっていきましょう。でもクランに、こう、もうね、もう頑張ってるっていうのが分かればいいので、別に負けたとしても、クランのためにこう戦ったし、ってもうね、言えばいいんですよ。はい。負けたことをね、攻めてくる人がいたらもうそんな知らんっす。まあそんな感じでね、BO1 もあるんでね。ぜひそっちの方でも、いくらのためにね、皆さん、試合しましょうというところで、いや、ちょっと面白いですね。なんかみんなで、ちょっと競ったりもね、僕好きなんですね。なんか、こう、ポイント稼いだりとかあるじゃないですか。これ勝ったらだってなんかもらえるじゃないですか。で、クランで今誰が一番頑張っててみたいなの分かるじゃないですか。なんか僕結構そう、なんかすぐ競いたかったりだとか、結構負けず嫌いなので、なんかそういうところでね、謎にこう、勝負心を持ってしまったりとかもあって、うわ、これ頑張って1位狙っちゃおうとかね。そういうのがね、なんか、まあ、そんな感じのね、人なんですけど。よいしょ。ちょっとね、やっぱみかんさんにね、もう、見つかないとね、みかんさんのためにね、僕はしっかりね、頑張っていければいいんじゃないかなと思います。いけいけもうこれキングいっちゃいますかね。キング、キング、キング、キング。すっげえチンパだな。もうユニレベのチンパですね。本当に、何見てんだって視聴者さんになっちゃうかもしれないんですけど、これが隠したがりってやつですね。よいしょ。ごめんなさい。ごめんなさい。ユニット来たやつマジアチャで射抜きます。おしゃれに。おしゃれに射抜く前にタワーが落ちます。で、これを、BO3 なので、もう一回やるんですよ。勝つまで。いや、これね、やば。胸入れくなっちゃいますね。本当に。僕、あと何のデッキかわかんない、これ。ナイトって何のデッキ？あ、枯渇か。いや、マジで、なんかわかりやすく、戦闘のやつを多分やっとかないと、何のデッキかわかんなくなっちゃいますね。それだけは、ちょっとね、気をつけてください、と、まあ、いうところですね。本当に。まあこの、隠した相手に、
まあ、こう戦っちゃうっていうわけになっちゃうんですけど、まあ、クランのために、みかんさんのために、みかんブア様のためにって思えば、僕はもう1ミリも見たくないですからね。はい、隠した。てか、ロイジェイだけレベル高いやんけ、お前。さてはあれだな。普段、こっち側の人間だな。可能性ありますよね。いや、全然、本当にね、ただやってるだけなんで、スルーしてくれていいんですけど。よいしょ、いいね。さあ、というわけで、まあ、大ダメージね、稼いでいくんですけども。昨日のね、リーグ動画出したんですけど、マジでコメントがね、あったかすぎて、やばいですね。本当になんかもう、嬉しくなっちゃうというか、もうにやけちゃいますし、なんかマジで、いや、恵まれすぎてるなというのをね、ちょっと実感しましたね、改めて。なんかもう視聴者さんね、あったかすぎですね、本当にコメント。みんな長いし、みんなコメントめっちゃ送ってくれて、いやー、もっとだなっていうね、ちょっと、非常にね、嬉しい気分になりました。皆さんありがとうございますと、まあ、いう感じでね、やっていきます。さあ、ロイジェイとネクロだけレベル高いぞ、この人。怪しいな。マジで。よいしょ。さあ、で、ここでもう勝てば、クランの、まあなんかポイントがね、溜まるよと。まあ、いう感じで、より船が前進していくよと、まあ、最強の海賊団は誰だと、まあ、ケンツとかも、なんか、ゴブツムシ海賊団、もう船3つぐらい持ってますよね。なんか、ゴブツムシ海賊団、なんか、ワン、ツー、スリーかな、わかんないけど、なんかめっちゃ船持ってて、結構ね、今、海賊ナンバーワン候補なので、このね、みかん坊や海賊団、勝手にね、名付けちゃいましたけど。勝手に名付けちゃっていいのかな、わかんないけど、まあ、みかん坊や海賊団とね、あと、グランドクラウン海賊団もね、ちょっと負けねえぞと、まあ、いう感じでね、頑張っていきたいですね。なんか楽しくなっちゃいますね。海賊とかだとワクワクしちゃいますね。よいしょ。さあ、という感じで、まあ、どうせなら、クラウンが関係あるのかわかんないですけど、どうせなら3クラぐらい欲しいっすよね。というわけで、あ、待って、ラグイ。おい、ネクロ、これ5星。5? え、5? そんな入んない。なんならもう一個普通に取りに行けばよかった。待てよ、間に合うぞ。まだ間に合うぞ。いや、間に合うか。いや、間に合え。間に合ってくれ。間に合いませんと。まあ、いう感じでね、これがまあ BO3 ですね。同じ相手にもし負けても次リベンジマッチがね、あるという感じで、ぜひね、頑張って、見てくださいというわけで、これでね、僕はもうクランに貢献しました。どこで見れるんだ?どこで、これだ。これのクランの対戦ですね。いや、みんな頑張りすぎ。さあ、これね、もう僕のね、貢献度がね、わかるよというところで、よいしょ。ぜひね、クラン対戦、クランでもですしね、ちょっと個人でもね、こう、頑張ってるアピールね、ぜひ、してね、クランに皆さん貢献してみてもいいんじゃないでしょうか、というところで、デッキもまあぜひ参考にしてみてください、という感じかな。はい、というわけで、今日は終わります。また明日からもね、普通の動画、はい、デッキ紹介とかもいろいろ出せたらいいかなと思います。というわけで、終わります。よければ、チャンネル登録、高評価、コメントのもね、よろしくお願いします。防衛施設の方を攻めるっていう話してましたね。終わろうと思ったんですけど、もう一戦だけね、なんかこの防衛ですね。どれだ?これだ。この防衛設備っていうのがあって、これを、まあ、攻めることができるんですよね。これ一旦ね、テンゴットがやってるので、テンゴットのね、これをね、攻めたいと思います。これが後々なんか足止め、船を足止めとかしたり、まあ、流したり、すぐに使えるやつっていう、やつっぽいですね。だから船を足止めに行ったらこんな感じで防衛されます。それを、こう、一個でもあのミサイルを壊せば、勝ちですね。一個でもミサイルを壊せば勝ち。けど、時間内に、まあ、壊せない、または、自分のタワーが来られるだと、まあ、負け。という風な感じになるとのことです。というわけで、なんかミサイルの火力が結構高いんで、まあ、何のデッキがいいんですかね、これ勝つなら。なんか範囲いっぱいっていうよりかは、片方ずつ、一個ずつ、なんか落としていった方がそうですね。こうなんか親衛隊とかで、寮で攻めると、いや、強っ!こんな感じでボコボコにされちゃうんで、
まあ、一個一個確実に高火力なやつでタワー落とせると、多分その方がね、いい気がしますね。で、一個落とすとなんか、いや、スパーキー厄介だな。一個落とすとなんか、ボーナスというかなんかね、なんかすごい変わるんですよ。なんかエリクサーめっちゃ増えるようになるんですよ、一個落とすと。あの、エリクサータンクのね、エリが漏れるのかわかんないんですけど、一旦一個折るっていうのがすごい大事ですね。あ、待って。やばいよ。一個落としたいな。あの一個落とせば、多分時間がね、もう一分増えるんですよ。これ結構マジっす。結構マジっす。とりあえず攻めて、あとね、あの、感染マークでダメージ見えないの。すごい厄介。いや、いけるいけるいける。いや、折れそうじゃね？いや、折れねえのか。いや、待って。呼べ。しかも、1000いく。あれ、折れると、いや、点ごと。待って、ちょっと陣地強いんじゃねえか。スパキ強いな。あれ、厄介だな。さあ、さあ、さあ。いけるぞ。あれは、もうね、マジアチで抜きます。僕ぐらいになると。いや、ロイフか？いや、いい。え、トヨタ引っ張って。オッケー、ナイス、来た。これで、1本折ると、ワンチャン1分。ん？俺、オッケー。んー、オッケー。折った。そしたら、これで勝ちで、60秒ボーナスなんですよ。そう。オッケー、オッケー、オッケー。で、こうなると、さらにね、あと2個。取るチャンス。で、取れば、多分、なおさら、まあ、間違いなくいいでしょう、というところで、いや、いいぞ。オッケー、もう一個取ったら、僕一個しか取ったことないんですよ、今まで。何回かやってるんですけど、これ。いけ、スパーキー、めっちゃユニット出てくるやんけ、急に。さっきまでおとなしかったのに、急にユニット出てくる。うわ、30時？ちょ、やば。いや、これ相手強すぎでしょ。ちょっと待って。いや、これ、ここは無理じゃん。これ絶対勝てねえじゃん。って思うんですけど、ユニレベがいいって、待って、いや、無理じゃん。あ、待って、終わる。でも、1個取ったら、これ多分僕の勝ちって説明書に書いてましたね。はい、というわけでね、1本取れば勝ちなので、ぜひね、皆さんこれね、多分いずれできると思うんですけど、あと18時間ですね。はい、シールドなくなったら、まあ、攻めてみてくださいという感じで、でもよくわかんなかったら、ああいうのもガチ勢の方に任しとけば、ガチ勢が全部やってくれますね。なんかこの防衛のやつとかも、設備を10個しか建てれなくて、もう10人がね、設備やってるんで、もう僕はね、この設備を追加する必要がないんですよ。一応ね、準備したんですけど。はい、まあ、そんな感じでね、ガチ勢に向かしつつ、まったり勢もね、しっかりクラに貢献しつつ、みんなでね、ワイワイできたらね、すごいいいんじゃないかなと思います。というわけで、本当にね、終わります。デッキ、よかったらパクってみてください。というわけで、よければチャンネル登録、高評価、コメントの方もよろしくお願いします。では、お疲れちゃんでした。またね。